来週のご住所展望していきましょう。もう私がするわけでは全くないんですが、展望してください。お願いします。はい、じゃあ、競馬ブックに載ってる順なので、競馬ブックに載ってる順ですよね。その通りです。エリザベス女王杯からです。スタッフさんすいません。エリザベス女王杯に変えてください。ぜひ、皆さんありがとうございます。お疲れ様、ね、コメント、書いてね、くださってる方も、コメントをね、打たないで見てくださってる方も、ありがとうございます。はい。おかげさまで、チャンネル続いております。今週は週末は3場とも全部晴れやと思います。晴れ天気予報は結構安定してる。いつもなんか週末は1日中終日曇りとかでようわからん天気予報多かったですけど、はい、今週末は3場とも今のままやったら十分量で行われると思いますね。はい、はい、あれだ。でまずエリザベス女王杯ね、いきましょう。まあ、芝の 2200m の G1 ですけど、今年は阪神なんで内回りコースであるというのが一つのポイントですよね。で、はい、まあ一番人気に支持されるであろう予想馬は、まあおそらく赤い鳥の娘になるのかな。まあ、赤い鳥の娘、はいはい、前走秋華賞が同じく阪神の2戦の内回りコース、今回1波論距離伸びますけど、オークスの内容から見て全く問題ありませんから、これはもちろん有力候補になります。はい、うん。まあ、あと問題はやっぱりコバとの対決、そのレベル差ですけども、まあ正直3歳牝馬、まあソダシが負けましたけども、ソダシが札幌記念でラブズオンリーを倒してるってことから見ても、3歳牝馬のレベルっていうのは決して低くないじゃないですか。そう考えると、まあ赤い鳥の娘をコバ相手に通用しておかしくないと考えるの方が妥当やと思いますね。はい、確かに。はい、で、コバ筆頭となるとレイパパレなんですけど、まあ、レイパパレはここにその内容を見ると2200が若干やっぱ長いなっていう言わざるを得ない結果が出てますよね。まあでもそれでも使い続けるっていうのはやっぱりこのレースがあるからなんですよね。牝馬限定の G1 っていうのは 2つしかありません。春の1600と秋の2200しかないので、まあ2200をやっぱり逃げずに使うっていうのは仕方がないことなんで、その今回2203走目で、はい、まあ、前走がまあ休み明け初戦で叩いてここっていうのはもう見えてるから、その前走から状態面の上積みでどんだけ距離を保つことができるかっていうのが一番のポイントですよね。はい、でその中で前走のオールカマーでレイパパレを倒したウィン・マリリンももちろん人気の一角になりますよね。まあ阪神コースでは実績答え出てませんけども、でも去年 のエリザベス女王杯、去年もまあ阪神でしたけども、その舞台で 0.4 秒差4着であれば、特に気にすることはないかなというふうに思います。まあ、中山で の領績が、目立ってますけど、阪神の中山やったら特にコース形態というのはどっちかというとかなり似てる方に入るんで、まあ、そういった意味では、はい、これも有力候補の一角になっておかしくないと思いますね。うん、手術したところが腫れてるらしいです。おお、それはどこにコメント書いてありますよ。なんかその手術したやつの、はい、あ、また腫れてしまった。はい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 。右のとこがまた大きくなって熱が上がってって書いてありますよ。それはだいぶ心配じゃないですか。まあ出来物なんですよね。出来物ってかわかんないですけど、まあいや、素人なんだあれですよ。うん。だって安城の横山武史騎手もいつもとの手応えはなかったと感じたようですってコメントしてますから、これはだいぶ気になりますね。まあ、だから収集薄いんですよね。なんかえらい収集薄いなって、うん、いや確かにね、はい、うん、いやこれはだいぶ心配材料ですね。ちょっと、ですよね、今週の調教とか、うん、まあ、もしくはその陣営のコメントとかはしっかりと見たいと思いますけど、そうですね、この馬大好きなんですけど、うん、ちょっと今回はちょっと今回はダメかもしれないですね、うん、ですね。まあ、そういった意味では、まあ、ウィン・マリニンは負けましたけども、レイ・パパリには先着したウィン・キートスはどうでしょうかね。はい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 。まあ、ウィン・マリニンとは正直力差を感じる結果に終わりましたけども、でもウィン・キートスって時計面に対しての不安がだいぶあるって話前走の時に話しましたけど、まあ、だから見てもらったら分かるのはね、はい、5走前の湾岸ステークスも、中山2200で勝ってるんですけど、その時の走破時計見てください。2分15秒7でしょ。で前走のオールカマ2分11 12秒に3秒5も詰めてるんですよ。これは評価できるんですよね。はい、なのでまあ、目黒記念はちょっと正直ちょっと展開の利が大きすぎた勝利なんで、これはちょっとあんまり褒めれないんですけど、前走のその時計の短縮っていうのは褒めることができるんですよね。まあ、阪神初めてですけど、これも問題ないと思いますし、まあ、馬券圏内という意味だったら十分可能性はあるんじゃないでしょうか。
あのウィーマリリン の, あの関西輸送の話はありましたけど、それはもう今気にしなくていいと思います。あのそうですね、確かに昔その話があったんですけども、うん、そのエリザベス女王杯の4着を見てももう今陣営からその話一切出なくなったんですよね、うん、なので今もウィーマリリンに関しては輸送はクリアしたと見ていいと思いますね。あと誰が人気ですかね。ランブリングアレー、あー前走の競馬を見たら2200、若干長いかなと思うんですけどもね。ですね、うん、2000はこなしたんですけど2200はちょっと長かったかなと思うんですけど、まあでもこれも休み明けやったんで叩き2走目でっていうところはありますよ ね, ね。どう言ってますか陣営は、ね、コース代わりはプラス、うん、いやでもねそう言っても、ね、うん、ちょっとやっぱり距離には不安が残る結果に終わったという内容に私は見えましたけどね。そうですね、うん、テルセットとかね前走マジックキャッスル倒して、うん、内容的には非常に良かったんですけど、まあでもこれも2200かどうか、うん、そうですね、人気なかったら買いたいけどなこれ、うん、まあ、人気なかったら抑えなあかんけど、まあ、でもそんなに人気ないってこともないと思いますしね。あ確かに、うん、前走の勝ち方やっぱめっちゃ強かったから、うん、うん、こんな この馬が人気が全くないってことはありえないんで、やっぱり2200がどうかっていうのはちょっとやってみなければわからないと思いますね。うそうですね、うん、ステラリアね、ステラリア、あの前走の周華賞なんであんな乗り方したんやって思ったけど、あれはまあでもスタートが出んかったことでああなってしまったっていうのは私はもう見てる最中意味がわからんかったけども、まあレース後の武豊の騎手をコメント見たら、あの不本意な競馬やったのは分かりましたよね、はい、うん、まあその2400のオークスがめちゃくちゃ負けてるんですけど、これが私はね 2000m の早稲田草賞の強さを考えたら2400のがいきなりこの間にそんな大きな壁があるのとは考えられないんで、そう考えるとちょっと面白いかなとは思うんですけど、まあでも今回ももし後ろから競馬するようであればあんまり良くないですよ、うん、どういう競馬をしたいかとかあります、はい、それは書いてなんか出たなりって書いてます。出たなり、うん、出たなりで折り合ってって言ってるからちょっとなんかあんまり前行ってくれなそうな気もします、うん、なんでここにユーバーレーベンおらんのかな。ユーバーレーベン私は周華賞叩き台で今回狙いたかったんけどな。そうですね、ユーバーレーベンいたらここ本命ですね。確かそうな、反動出たんかな、ね、うん、そうですね。あれクラベルどうですか。クラベルはやっぱ金量増ですね。ここ2走、3走51、52、52というハンデで今回56なんですよ、あと距離が伸びるのもマイナスです。ユーバーレフェジャパンカップですって。あーへえ、あそうか言ってた気がしますね。なんかそうか金量軽いしな。あとまあ、あとあれですよ、あれ ラフィアの馬やからウィンがこんだけ強いのが2個多いからそのウィンに任せたか、うん、そういうことでしょ、使い分けですわ。うん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 、まあ、ラフィアン、まあ、全部あのウィン、ラフィアングループやから、そう考えると、使い分けるのは分からんでもないです。うん、デゼルもね、やっぱりあの軽い芝で瞬発力で切れるイメージやから、重い芝の2200というイメージには全くないですよね。なんかあんまり舞台にマッチしてそうな馬が、そうですね、ちょっとピンとこないですね、なんかね。はい。ってなると上、まあ、うん、そうやな。ねえ、なんかまあ、ソフトフルートとかはちょっと私はいいかなと思うんですけど、これあの去年のエリザベス女王杯6着なんですよ、3歳の時にね、はい、3歳の時に6着って悪くないし、はい、で2200ってこの馬、まあ、前走2着に負けましたけど、これまあ一応言っても、勝ったマリア・エレーネとはかなりの金量差があったじゃないですか、はい、ではい、この馬2200の距離に実際あの中距離ですけど勝ちくらいあるんですよ。ってことは距離合ってるじゃないですか。はい、で周華賞3着でエリザベス女王杯6着って言ったらちょっと私は買いたいですね、これ ね、 そうですね、前走勝てなかったことで多分人気はだいぶないと思うんですけど、ちょっと私はその距離実績っていうものに注目したいと思います、はい、そんなとこですか。ウィンとラフィアンって提携解消してんの、私は知らない、すみません。いやまあ知ってたって言って知ってる、でもそれでもそれってあの例えばサンデーレーシングとあのシルクが違う馬主と言ってるのと一緒です。だってコスモビューファームですからね、うん、そんなところですか。どうもとは一緒です、はい、以上ですね、はい、
はい、というわけで、以上月曜日段階でのエリザベス女王杯の馬キャラチェックでした。はい、こんな感じで全10勝、はい、展望もしていただくチャンネルです。ぜひよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして今週はまだまだ重賞、面白そうな重賞もたくさんありますが、はい、次バンバンいかなか、ブックのペース順でいくとデイリー杯ですね。デイリー杯、おお、どれが出るんですか。はい、いや、デイリー杯こういうの楽しみですね。そうです、その通りです。はい、デイリー杯2歳ステークスいきましょう。芝、はい、1600m の G2 ですね。これセリフォスは我々ペーパーオーナー誰も取ってないんでしたっけね。まあ見ましょうか。うん、それが助かってます。これ取ってないです。多分助かって。いやいや、これ助かってる、うん。だってこれなんでかったら、書いてない新潟、はい、だってあのセリフォスとだって次の人気しそうなんが、まあ、スタニングローズってこれ新潟2歳でもう 0.5 秒ちぎってる馬がもう出てくるって人気するわけですから、ちょっと新しいメンバーにかけるわけなんです。うん、なるほど。セリフォス誰も取ってないでしょ。すみません、ここですよ、パッと分かんなかったです。すみません、今週のページを開けてたんで、戻ってみましょうか。多分取ってないと思いますけど、取ってなかったと思うんですよね。はい、ちょっと振り返ります。はい、まあ、しばらくかかるんで、ぜひ進めてください。ただセリフォスはね、まあ、馬の話にすると、はい、これね、競馬ブックの見解もあるんですけど、性格は難しいと騎手が言うように、まだ若さが残す中での解消だからね、こそね、今回初めてとなる右回りへの対応というのはちょっとあります。ここに層が両方とも左回りなんで、今回初めて右回りになるっていうのはちょっとポイントですよ。だって前層も馬場が打ち目は悪いって分かってながらも、拉致を頼りたいために再打ち通ってるんですよ。だからちょっとそういう風にまだ進路に、こうなんやろ、疑問を不安が残ってる中での初めての右回りっていうのはちょっとポイントとしてはあります。セリフォス取られてますよ、やっぱり。あ、取られてる、取られてますよ。あかんな。はい、3番手取られてます。3番手なんや、すごいな、はい、台湾。ちなみにスタニングローズも取られてますよ、うん、まあ、これは取られるの分かります、はい、けど、セリフォス、うん、いや、台湾メジャー3区3番手ってすごいなと思ってね。なんかでもこれ私でも穴情報で、これちょっといいから取っときって言われてたけど、うん、3番手は取れないし取られましたもん、うん、っていうのはなんか、いや、3番手では取れないです、はい、ほんまに、ね、うん、だからそれ早めに取ってきてる陣営 の戦術が素晴らしいですけどね。そうですね、まあ、右回りで崩れてくれたらですね、まあ、スタニングローズはあと前走サウジアラビアロイヤルカップで3着に負けましたけど、メンバー中最速流れ、これタイなんかな、タイかタイじゃないかわからないですけど、33秒2を使ったっていうのはこれ大きな前進材料であって、コースが阪神に変わることによって、その上がりよりはもうちょっと上がりがかかってくれたらって思うんですけど、メンバーの数が少ないから前走と同じように上がりかかる、同じような上がりを要求されるっていうのはちょっとありますよね、可能性としてね。うん、はい、ちょっとその嫌味あります。だスタニングローズはちょっと上がりかかれば、私は、例えばその対セリオスとかを考えても、あの新潟2歳ステークスの差は縮まると考えてるんですよ。はい、けど同じような用意ドンになってしまうと、やっぱセリオスにはあの決め手としては具が悪いなと思います。うん、今回見てもその例えばデュガが出てきてくれたら面白いんですけど、デュガが出んかったらもうねえ、だってプルパレイの逃げでは速いペースにならないですからね。はい、デューガが出てくればちょっと面白いんですよ。うん、なるほど、はい、はい、うん、まあプルパレイでも、まあ先ほどそういうふうに言いましたけど、でもこれまあ言ったら新潟、まあ、野芝のみの新潟の軽い芝でもですけども、まあ一応1分33秒3という時計で走ってるし、まあ、その時計っていうのは、まあ、もちろんペース違いますけども、新潟2歳ステークスのセリホスよりも早い時計なんですよね。はい、うん、でまあ言ったらこれは右回りも前走でクリアしてるし、言ったら結構この馬ってその未勝利500万っていう勝ち、あ、一勝クラスという勝ち方ではあるけど、これは弱点ないんですよね。確かに、はい、うん、あと、まあ、ルメール騎手の乗るソネットフレーズももちろん人気します。ただこの馬は、うん、前走の開墾の時に話したと思いますけど、1分34秒3という走破時計はめっちゃ速いし、しかもこのレースって、他の上位勢ってみんな差し馬やったんですよ。でもその馬が2番手から抜け出して勝ってめっちゃ強いなっていう話はしたけど、この馬喉の問題があるって話はありましたよ。うん、手塚騎手の、はいはいはい、手塚調教師のコメントでは一切出てこないんですけど、喉の心配があるっていうのが多分ね、誰かから教えてもらったかなんかあって、それがどうかが一番気になります。
あと、ドグマかな、新馬戦、まあ、1800の距離でしたけども、あ、鮮やかな、あの瞬発力を披露して圧勝しました。圧勝というか、まあ、強い競馬で勝ちました。しかし前走の扶養ステークス前行ってあんまり良さ出なかった。あ、ちょっと、はい、まあ、もしかしてあれが距離かなって思ったんですけど、でも滝幸四郎調教師のコメントを見ると、ずぶいわけでもなく、かかりもしない、乗りやすいタイムだからマイルになっても対応できるっていうコメントが出てるんですけど、ただマイルになると時計面を、どこまで対応できるかっていうのがポイントになりますよね。はい、あとうなぎ登り、まあ、前走スタリングローズとの着差はわずかに 0.2 秒。スタリングローズはキャリア、ね、4戦目の競馬、うなぎ登りはわずか2戦目の競馬で、この差やったらまだ全然悲観する着差とは思えないんで、まあ、この馬の場合も初めての右回りになりますけども、はい、人気差を考えたらうなぎ登りに注目する、あの勝ちっていうのも十分あるんじゃないかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。以上、デイリーハイ2歳ステークスの月曜日段階での馬キャラチェックでした。はい、続けて京都ジャンプステークスです。京都ジャンプめっちゃある、はい、阪神、京都ジャンプステークス、芝の3140m の JG3 ですね。まあ、京都ジャンプっていう名前ですけど、はい、もちろんコースは阪神ですよね。はい、これは、去年高野エスプレッソが勝ってるんですよね。でこれを勝って、はい、まあ、ここからまあ、中山大障害も3着という、まあ、中山大障害、中山グランドジャンプも両方とも3着と、まあ、飛躍した飛躍の、まあ、きっかけ、まあ、その前の阪神ジャンプステークスも勝ってましたけども、まあまあ、飛躍になった馬が出てくるわけですけども、面白いのはその、このレースを勝った後に、中山大障害で3着やったけど2着と先着を許したケンホアバルトが出てくるんですよね。これは面白いですよ。ねえ、これ面白いですよね。なかなかええメンバー揃ってますよね。これめっちゃメンバー揃ってる気がしますけど、だってケンホアバルトはその続きの中山グランドジャンプでも高野エスプレッソに勝ってるわけですから、うん、これは面白いですよね。共に7ヶ月ぶりの休養で、もちろん、次の中山大障害が、本番になるだけに両方ともピークの仕上げとはいかないと思いますけども、でも、はい、その前哨戦からこの2頭の戦いが見れるっていうのはちょっと楽しみだと思いますね。そうですね、うん、でもこれここ2走連続でね、あのケンホアバルトが先着してるのになんで高野エスプレッソの方に人気が集まるのかっていうのは思いますけどもね。多分このでも印ほどの人気差はないと思います。そうでしょうね、まあ、おそらく去年勝ってるからっていうのがあると思うんですけども、うん、でもそんなの人気差は出ないと思いますね。はい、うん、またあと別路線組では、まあ、前走惜しくも負けたホッコメビウスかな。ねえ、うん、まあ、ホッコメビウスは相手強いな、はい、いや相手強いと思うし、うん、そのどうなんかな、この馬そのなんかあんまり感覚詰めたら良くないかなと。ああ、そんな気もしますね。はい、調教ビシビシやってますけど、はい、その通りね、調教めちゃくちゃするから、この球種前も喋りましたけど、うん、私 ね、めちゃくちゃ調教するんで、あの絶対ガス欠の時っていうのが来るんですよね、うん、北さんブラックでも来ましたから、うん、まあ、ただ阪神コースも問題はないし、はい、どうなんかな今回も、まあ、でもケンホアボルトバルトも、高野エスプレッソも前に行く馬なんで、まあ、でもダッシュ力的にはこっちの方が上なのかな。今回もう鼻を切る競馬をするのかどうか、ちょっと楽しみというか、その乗り方にも注目したいと思いますけども、はい、うん、うん、いいメンバーやな。いいメンバーやと思いますね。なんかマイネル、オフィールね、これね、はい、3走前の阪神、まあ、直線ダートですけど、国交メビウスをこれ 0.4 秒ちぎってるんですよ、ね、うん、この内容も評価できるし、あとあのマイネルオフィール、この2走見たら61キロ62キロ背負ってますよね。今回60キロで出走が叶うんで、これも、まあ、その国交メビウスとの差を考えると侮れませんよね、決してね。はい、マサハヤドリーム、まあ、前走朝草元気とのまあマッチレースみたいな感じのメンバー構成で負けましたけども、まあ9歳馬このままね年ですけども、でも金層かなり安定してきてますよね。はい、うん、でこのまま阪神コースで勝ち星ありますし、これ何の勝って勝ち星なのかな、ちょっとそれを見ましょう。はいね、
注目馬とか言えばよかったですよ。すっかり頭から抜けてました。ああ、注目馬言ってね。そうですね、抜けてましたわ。ああ、未勝利勝ちなんやな、未勝利勝ちなんで、まあでもまあ、それでもあの経験して勝ってるっていうのは、一応あの、もちろん評価の対象になりますし、あと、そうですね、まあ、1着も3着も両方未勝利コースですわ、未勝利あの線ですわ。まあでもそれでもコース実績があるっていうふうには言えますから、コース代わりは問題ないっていうところから、今の充実ぶり考えたら怖さはありますね。あれでした、今までの重賞はソネットフレーズだけでしたね。はい、誰だけコメント、いや、ソネットフレーズだけでした。よかった、よかった。あ、ありがとうございます。まあ、いただいてましたんで、コメント、はい。ありがとうございます。助かります。初戦内容満点って感じだったんですけど、まあ、喉の不安があるということですね、うん。はい、ありがとうございます。エンジストライク、前走ね、落馬に終わってしまって、はいはいはい。この時どうでしたっけ、あれやわ。喉の疾患。あ、ごめん、ごめん、これ、あれやわ。落馬じゃないわ。そうや、競争中止や。喉の疾患で、はい、うん。これどうなんかな、もちろん手術とかしてないでしょ。度外視でいいって言ってもそのまま出てきたらちょっと確かにもったいになる可能性があると。いやこれものすごい気になるけど、でもここまで一気に人気なくなるんやったら、だって前走も一番人気やからね、はあ、ここまでいきなり人気なくなるんやったらちょっと注目してもいいかなと思いますけど、でもやっぱり気にはなりますよね、うん、なりますね、うん。まあ、このまま阪神で勝ってますね。朝早は重賞、なるほど、2勝利で阪神 1.7 秒勝ち、ありがとうございます。確かに、ケンホーアバルト。その時の自宅はケンホーアバルト。うん。面白いもんです。うん、レンジストライクはオープン特別を、阪神で買ってるからね、コース実績というか、うん、味方になるんですけど、まあ、そのちょっと喉っていうのはどうか。まあ、ただこのほんまに印ぐらい人気がないんであれば、ちょっとは注目したいですけど、まあ、人気するのはやっぱ軸には用できんですよね。そうですね。マイネルプロンプトコメントで来てますけど、確かね、前走、いやちょっとね、もうちょっと磨き、ちょっともう今、うん、そうなんですよね、年が感じるんですよね。あ、すいません、スパチャいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。オンザランさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。祝チャンネル、登録5000人ありがとうございます。競馬番組唯一のストロングスタイルの当番組、これからも応援します。ありがとうございます。お体にお気をつけて頑張ってください。先週は宮古ステークスのプリティチャンスの3連単で、悶絶しました。今週も頑張りましょう。いやそうですね、惜しかったですね。惜しかったですね。まあ、でもいつも見てくださってありがとうございます、ナイスでございます。ナイスです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、で、あとブラゾンダムールかな、はい、うん、このまま中山走るんですよね。まあ、中山とか障害の場合は中山と阪神っていうのはバンケットとかの有無でちょっと平地ほどのリンクはないんですけど、まあ、それでも、まあ、前走内容とかも非常に良かったし、その内容の中で、うん、まあ、まあ相手がいかにも強いですけど、ここまで人気がないんであればちょこっと注目はと私は思いますね。はい、うん、他そうやな、そんなとこかな。はい、あ、いいんじゃないでしょうか。はい、以上でいいですかね。はい、はい、いや、いいメンバーですね。はい、はい、というわけで、以上、土曜日阪神で行われます京都ジャンプステークスの、はい、金曜日段階で、じゃあごめんなさい、月曜日段階での馬からチェックでした。はい、阪神終わり、続いて武蔵野ステークスですか。はい、これどうなんだったんですか。これ毎年楽しみな。はいはいはい、武蔵野ステークスは、ダート1600m の G3 ですよね。はい、はい、まあ、もちろんこのレースの次っていうのはチャンピオンズカップが控えてますので、ここからこう指導し始める馬とかもいますけど、今年は結構すでに使われてる馬たちが多いなと思います。まあ、でも割と小粒な、はい、まあ、一番人気が支持されるだろう高野ビューティーはもう東京の鬼ですからね。はい、まあ、5ヶ月半ぶりの休養になりますけど、状態面がどうかわからないですけども、まあ、この東京1600っていうのは本当にベストだと思いますね。うん、まあ、高野ビューティーに関しては正直その次の、まあ、チャンピオンズカップももちろん、距離もコースも別にこなすだろうとは思いますけど、東京1600はやっぱりベストだと思うんで、ここを全力投球してきてもいいんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。私が馬主とかやってだったら、逆にここの前に人叩きしてここをベストに仕上げてもいいんです。別にチャンピオンズカップはもう
あのその後のおまけぐらいの考えです。なるほど、はい、ここは勝ちたいです。やっぱもし、うん、あの賞金を稼げる立場であれば、うん、この条件は落としたくないって私は思いますね。はい、ブルベア入りで、まあ、前走の結果を見ると1900はちょっと1波の長かったなっていうのが分かったんですけど、まあそう考えると今は1008がベストの可能性ありますけど、でもまあ1004でもね3着っていうのを考え、高野ビューティーこの3着3走前のケヤキステークスで1004でも高野ビューティーから 0.1 秒差3着っていうのを考えたら今回の1006は悪くないですよね、うん、まあ実際2102という実績がこの馬にもありますし、これも楽しみです。その前もワンツー決めてますか、これもしかして。そうですね、オアシスステークスは高野ビューティーブルーアイでワンツー 0.1 秒差考えたらまだ逆転ね、可能性全然ありますよね。広重ゴールド前走の1006は驚きました、マイルチャンピオンシップ、ま、南部杯、まあ、そらね不良ババっていうミチュアルの影響大きいババレベルが味方になったことは確かですけど、でもそうそうたるメンバー相手に1006の距離で2着した結果はちょっと驚きましたね、はい、キャラ変わってきてるなと思います。まあ、もちろん中央場所になって心配もありますけど、軽いダートは味方するので、うん、まあ、これも今回引き続き要注意 の存在やなというふうに思います、ね。はい、おそらく花ですよね多分これね、うん、まあ、できれば花行きたいですからね、はいはい、まあ、でもリアンベルティがいますからね。リアンベルティは絶対行かなあかん。そうですね、これね、もう絶対、ね、広重ゴールドは別にもう控えることできるんで、なるほどなるほど、絶対に花を主張する馬がいたら控えます。はい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 、確かに、はい、でも結構前早くなりそうやなと思いますね。なんかこの2頭いるだけで早くなりそうなと思ってしまいます、ね。いや、あと初めてダート出てくるバスラトレオンとかもいるんですよ。あ、うん、これもまあ言ったらある程度の位置で絶対運ぶだろうと思いますし、あとテームサウスダウンもいるんですよね。はいはいはい、うん、テームサウスダウンは1400やったら本当に強いんですけど、1006、これ1006の5着っていうのはこれ川崎なんで全日本2歳優秀なんですけど、はい、おお、なんかな、これ1006ちょっと長そうなイメージはありますね、確かに。うん、しかも東京ですからね、コースがね。軽いダートはちょっと。まあ、軽いダート自体は、一応、まあ、道悪、そうやな。そうやな、でも重いダートのイメージの方が強いですよね。うん、ね、やっぱ、そう考えると、ネキシステークスのこの負け方っていうのも気になりますしね。確かに。うん、バスラットレオンはオールカップに出るかもっていう話ですね。まあ、ダート挑戦、うん、ちょっと、ダートかどうかは全然やってみないとわからないですけど、結構いろんな方向から来てるなこれ、うん、オメガレインボーはね、東京戦力強いです。で、はい、これ前走で喋りましたけども、もともと道悪とか軽いダートを得意にしてる馬が、両馬場の重いダートでもスラーブアラミスコンマ1っていうのはこれは評価できるんで、まあ、今力つけてるなって思います。東京コースやったら両馬場でも軽いダートなんで、これは舞台設定はいいかなというふうに思います。はい、エアスピネルも同様ですよね。エアスピネルは、この舞台のだって4走前フェブラリーステークスで2着馬ですよ。これ人気なさすぎません、ね、うん、はい、確かに、うん、もうこれ人気なさすぎませんか。なんでこれフェブラリーステークス2着馬がこんな印な、前走の負けがあれなんですかね。いや、うん、前走は、まあ、軽いダートになってくれたっていうのはこの馬にとってはすごい良かったけど、でもコメントを見ると直線で砂の深い内に入ってしまったって。ああ、なるほどな。はい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 。そういう考えたら別に、同情の余地あるし、ね、これ 6着とはいえ、2着の広重ゴールドからはわずか 0.2 秒差ですからね。はい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 。今回、乗り換わりですね。ソリストサンダーもいますね。ソリストサンダーは去年のこのレースの、ね、うん、2着は、そうそうそう、2着は。はい、で、勝った馬はなんとサンライズノーバですからね。サンライズノバってもう東京1006の鬼ですからね。それに、0.4 分の3馬身差ってことを考えると、これも、まあ、もちろん人気するのは当然かと。ああ、これもね、いや、いいメンバーですね、これね。いや、いいメンバーで、いいメンバーって最初小粒かなと思ったらそんなことなかった。いや、あとスマッシャーですよ、この舞台のユニコーンステークス勝ちですよ、ね、うん、はい、3歳どうか、うん、まあ、前走いきなり1400に距離短縮したことを私は苦言呈しましたけども、まあ、そこから1波の距離伸びることも好感が持てますし、ひとたたきできたっていうことを考えると、たたきに聡明の今回は怖さあるなと思います。はい、あとサンライズソア、
ただ、まあ、2年1ヶ月ぶりのアタルアハルティケステークスはしんがり巻きに終わりましたけど、そこから4ヶ月ぶりになった前走のウズマクサステークスは最後ギリギリ止まりましたけども、見せ場十分でした。はい、今回、まあ、先週のこれね、宮古ステークスを除外されたんですけども、なるほど、この東京戦力ってこれ何買ってんの、これ武蔵野ステークスじゃん、もしかして。そうですね、そうかな、あのあれで3歳限定のやつじゃないですか、ユニコーンや。そうですよね、うん、ユニコーン買ってるの、買ってない、はい、私はそう思います、多分ユニコーンだと思いますけど、大事そう、いや買ってない、あごめんごめんごめん、ユニコーンじゃないわ、清流ステークスやで、はいはい、ユニコーンステークスは、サンライズノバに負けての3着なんですけど、はい、あ、まあ、サンライズゾンビ、あの、はい、実際この馬重いダートの方が合ってますけども、まあでも両馬場やったら、うん、もうちょっと走、うん、これここまで人気なかったらと思うけど、でもこれも先行馬か、先行争い厳しいね、うん、そうですね、うん、展開は向かへんな、うん、初ダートの馬は聞いてもらっても私分からないです全く、うん、これだってやってで出てくるってことは GA も分かってないわけですから、初ダートは分からないです、はい、ワンダーリーデルどうですか、ちょっとこっから行きたい、おワンダーリーデルフェブラリーステークス3着馬じゃないですか、この馬最高じゃないですか、ね、前走これも59キロの1400を人叩きしたっていうのはでかいですね、これええんちゃいますの、これしかもなんか今回ブリンカーつけますって言ってるから、またあいや面白いですね、はい、面白いじゃないですか、結構面白いですよ、はい、これメンバー強いですよ、そうですね、馬券的に面白そうですね、面白そうですね、ワイドファラオか、そっか、ワイドファラオもいますね、うん、ワイドファラオもでも先行馬なんでね、ああなるほど確かに、うん、ちょっとリアンビリティとかがおるメンバーでちょっとその辺がポイントですね、以上です、はい、ありがとうございます、ということで、まあかなり面白そうな、はい、武蔵野ステークスの月曜日段階での馬からチェックでした、はい、そして本日最後の重賞展望、ありがとうございます、もう5レース目の重賞展望、福島記念、はい、福島記念みたい、福島記念はちょっと面白そうだ、はい、芝の 2000m の G3 のハンデ戦ですね、はい、はい、おー、これステイフーリッシュがハンデ頭か、まあそうなりますよね、うん、まあ、小回りコースの 2000m 全く問題なく得意にしている舞台ですけど 57.5、まあ、自身はね、こなすことができるでしょうけども、やはりだこれ去年のこのレースの2着馬やったっけ、ちゃうわ、おととしや、おととし、2年前このレースで 57.5 キロを背負って、はい、2着してるんですよね、なので、はい、まあ、その時と同じ筋量というのは、まあ、筋量重いけど自分はこなしてるっていうのは結構強みですよね、はい、うんうん、これすごいな、矢作厩舎、ステイフーリッシュだけじゃなくてパンサラッサも出てくる ね、うん、パンサラッサ前走花切れたんでかいですけど、他誰か行きます、ディアンドルがいるな、うん、コントラチェックって行かないですか、コントラチェック行きますね、勝手に行ってますよ多分2000円、コントラチェック絶対行きますね、うん、ってことはこれもまあまあ早くなりますね、うん、島木面ですもんね、うん、ペースある程度速くなりますね、うん、はい、新たね、今すごいなこれ新たな4連勝、しかも驚いたのは、新たは3走前にこの1分59秒3で走ったことが驚きなんですよ、ああなるほど、前走とかは道荒れの実績もあるし、これ雨の見方でまあまあ分かるんですけど、なので今言ってもまあ福島開幕2週目でそこまで悪い状態じゃないじゃないですか、まあ、日曜日の競馬見たらちょっと土曜日よりも時計はかかってましたけども、でもこの1分59秒3で勝ててるっていうのは今回の強みになります、心の灯台もね、まあ、言ったら重い芝の2000っていう意味ではあの中山金牌での2着があるから、しかもヒシイグアスが、その後、どのレースでしたっけ、天皇賞秋で5着来たっていうのはこれは評価できますからね、うんうん、心の灯台何キロですか、この灯台は55、これ、まあまあ、まあ、人気するわな、でもこれ、まあまあ人気です、うん、はい、バンケドミンゴ福島の鬼じゃないですか、はい、これでも重いしだったらもう本命ですね、はい、まあでもこれ人気します絶対、その前走、うん、前走ちょっとカシオピアステークスね、これ上がり33秒0使ったことをちょっと目見開いたんですけど、うん、まあまあまあこれは福島やったら売れるの、まあ、ね、まあ、売れるし、ね、ここが目標ですもんね、うん、これは多分結構売れると思いますね、そうですね、まあでも売れるけど、まあ、有力かなというふうに思います、うん、モズ流れ星いいじゃないですか、これ前走言ったら
まあ、2000メートルの小回りのっていうことを考えたら、前走しかもミチュアルの影響もあった馬場やから、重い芝の2000っていうのは前走と一緒なんですよ。まあ、前走は53キロでかなり恵まれましたけど、今回まあ2キロ増、まあ、2キロ増ぐらいはやっぱ当然やと思うんで、でもそれでも55でもはまあ悪くないと。そうですね、うん、で同じくそのモズム流れ星と 0.1 秒差やった小倉記念で 0.1 秒差やったヒュミドールですよね。これもいいと思いますね、はい、この馬はだってモズ流れ星は2キロ増やけど、ヒュミドールはそのままなんです強気、はい、うん、これはいいですよね。やっぱ前走の競馬見たら2000がいいんかなとも思いますし、距離短縮でちょっと見直したいなと思います、はい。ブラバスね、ちょっと金この馬って本当にもう本当に安定な走りが、売りだった馬じゃないですか。でも本当上半期むちゃくちゃでしたけども、はい、うん、調教師のコメントを見ると、道悪い流されたり、上半期はどうもリズムが悪かった、夏場は休養に当て立て直してここから始動、体勢は整った、うん、立て直された効果はちょっと期待したいですよね。なるほど。これ何キロ、はい、57、うん、まあまあしゃあないでしょ、まあまあ、はい、レイパパレ 0.2 とかありますからね、うん、そうですね。57でも57でもそれは立て直ったら全然頭まであるでしょう、うん、そのとこかな。あとバイオスパークも重い芝の2000得意なんですけど、でもこれいつもハンド重なるんですよ、うん、57ですね今回、うん、まあしゃあないですね。まあでも57で、2走前の函館記念とか3着来てるから、馬券圏内は全然こう、こう、うん、伺えていいと思います、うん、ただこれ 何の競争中止でしたっけ。あ、スタート直後か、はいはい、思い出した、手綱の一部がハミに絡まってしまう、アクシデント。すごいな、うん、これだからまあ言ったら一過性のもんやから、まあ、それは気にしなくていいっていうのはありますよね、はいはい。フェアリーポルカか、ね、好きな馬ですけど、ちょっと55、フェアリーポルカ55はちょっと重いな、うん、さっとフェアリーポルカ55、うん、まあ、なるほどね、はい。まあ、フェアリーポルカも重い芝の福島記念とか福島牝馬ステークスとか勝ってる馬やから、はい、まあ1008がベストかもしれないですけど、2000でも勝ち星ありますしね。そうですね、うん、あとこれ多分シオンステークス2着とかあったと思うんで、そうですそうですそうです、うん、いいと思いますね、本命やったんで覚えてます、うん、はい。あとサトンエルドール、まあ、前走をちょっとめちゃくちゃ負けてるんですけど、まあこれ前に行った馬が有利な流れやったから、まあちょっと同情の余地はあるかなと。これ2走前函館記念で0.5 秒差5着を見ると、まあ、北海道得意にしてるの分かるんですけど、でも中山とかでも勝ち星あるし、はい、うん、どこのコースでも走れるイメージもあるんで、そうなるとちょっと勝ってみてもなと。56据え置き、据え置き56、56か、ちょっと重いな、ちょっと比較すると重く感じますね。重いな、重いな、これな、はい、うん、うん、そのとこですか、はい。いやこれ混戦ですね、分からん分からんって言いたくなりますね、はい、はい。ということで、はい、以上、月曜日段階での福島記念の馬キャラチェックでした。ということで